ええ、あ、ヘビと戦ってるの？助けてやるよ。あれ？あれ？ヘビと戦ってるわ。来た来た。あ、産地回復。産地回復のくせに何も出なかったな。これ焼けるんだっけ？焼けるのか。焼いとこ。焼いて食べた方が、あの、お腹はいっぱいになりますね。よし。豚どこ行っちゃったんだろう。うわぁ。これ。なんて言ったっけ、こいつ。名前忘れちゃった。ちょっと、雲倒して、産地回復したい。猫が落ちてる。産地回復したいな。さっきの豚死んじゃったのかな。豚がいるとね、産地回復できるんで、ちょっと豚がいてほしかったな。はい、じゃあ、そうだな、一回家帰ってスーパースパイグラスってやつ作ってみようかな。ボスの戦利品ですね。いやー、でも船もそろそろやばい感じがする。何これ、ピックベリースポールド。え取ってよかったのかな。何これ、食べれる怖い。怖っ。ああ、ここはあれか、復活する場所じゃないな。あ、ここ生まれた場所か。生まれた場所だ。あんまり何にもないからいいや、帰ろう。松明の場所どこだろう。松明の場所、これもここ、はい。危ないですからね、早めに持っておかないと。うわー、もうモヤモヤがすごい。大丈夫だよね。で、スーパースパイグラスって作れるかな。あ、あれ持ってないや。ギアを見つけてきて、どうしよう、これと、これか。あ、これ1個持ってたな。こんなとこか。あと目玉と、あ、船の中か。船の中だ。目玉と、あー、産地下がってきちゃった。
ちょ。よし。産地下がってきちゃった。船の中に、あれが入ってる。スーパースパイグラスの元が。これ。これと、あ、腐っちゃう、これ。どうしよう。ちょっとこれ置いといて。やばい。おいていていて、なんだよ。もう今やってるのに。これちょっとこの中入れとこう。よし。で、あ、これね、スーパースパイグラス。はい。これ食べて、あ、なんか腐ったな。腐りまくってる。なんかどんどん増えてってるけど、大丈夫？で、スーパースパイグラスは、置いといて、遠くが見れるんですよね。ちょっとマップで、この辺とか見てないので、ちょっとこっちの方行ってみる？船が船がまずいな。あれ早いな、夜になる。夕方が長いのか。やばい、帆が潰れそうだな。帆も作らないと。この辺から スパイグラスを見ると、で、どうすんだ？ PA 見るでしょ。あ、そっち見ちゃうの？そっち見ちゃうの？で、これで今 20% 減ったんだよね。これどう使えばいいんだろう。あー、なるほど。何にもないじゃん。何にもないな。なんかずれてるのかな。こっちで、ありだな。その方は？まあこんな感じで見れるということですね。そうですか。ちょっとここで今日は過ごそうかな。よし。で、斧を持って。
蛇が出てきて、蛇の皮が出てきたらラッキーかも。そんな都合よくいかんかな。蛇の方、二つだもんね。二つか。あと一個蛇側があればいいな。お、出てきた。入れて。痛い。ああ、そんな都合よくはいかんか。蛇側が欲しかったな。あ、え、雨降ってくんの？まだ。消えちゃうかな。木はあるからいっか。切っとこう。あ、出てきた。槍どこだ？槍をすぐ見失う。よっ。いて。蛇側出てこない。なんか水たまりができてる。あ、そうそう、それであれだ。やべ、これ持って帰らんと。これいらん。金卵がいらんか。ちょっとじゃあ一回お家に帰ろうかな。あー、帆が潰れる。確か拠点に行けばあれはあったと思うんだよね、蛇側が。帰れるかな。わ、また雷、雨が降るの？すげえ雨降ってるけど。なんか水浸しになってる。これあれか、あれだ。なんだっけ、なんか作んないといけないんだよね。砂がいるな。砂を掘って。あ、持てない。どうしよう。中入れて。やばい、なんか。うわ。いろんなものが腐ってる。ああ、まあ、それもいいけど。なんだっけ、なんかあの、砂のやつ。砂袋みたいなやつがあるんだよね。あ、これ。これなんだっけ？竹だっけ？あ、なんか、これもある。あるけど腐っちゃったもん。あ、腐っちゃってる。なんだっけ。布ができるんだよね。あ、これじゃない。これか。
竹か。竹あったっけ？あ、竹ある。うわー、もういっぱいや。いっぱいや。ちょっとスパイグラスこの中入れといて。どれだ、これか。うわー、また来た。もう今大事な時なのに。よし。で、どれだっけ？え？どれだっけ？あ、これか。もう一個いるのか、竹が。わあ、竹がここで必要になるのか。しまった。夜になるしかも。うえ、あー、毒った。うそー。熱い。